LINE の公式アカウントの削除方法。LINE には、個人、企業、店舗、施設などの公式アカウントがあります。お得なクーポンや無料スタンプ、最新情報などを配信してくれます。利用価値があると重宝して使っている人もいるでしょう。でもいらない公式アカウントが入ったり、うっかりタップしてしまったりします。そうすると、あれもこれもと公式アカウントを追加することになり、たびたび届くメッセージに情報処理が追いつかず、いくつ手があっても足りなくてストレスになるかもしれません。公式アカウントから解放されるには、ブロックや削除がおすすめです。例えば表示している公式アカウントを長押しすると、トーク、お気に入り、ブロック、非表示、削除などが出てきます。削除したいときは削除、はいで完全になくなります。これで通知は届かなくなります。ブロックは相手からのメッセージが届かなくなります。削除やブロックを選択することで LINE が整理されて、友達との LINE が負荷のない快適な環境になっていきます。